大会4日目、今日はね、本当大波乱でしたね。まあ、いいニュースだと、うちのね、エース、チェポン選手、まあ、多分トップだったかなとは、まあ、トップになれたかなと思うんですけどね、まだ暫定の結果出てないんで、なんとも言えないですけど、まあ、ずっとね、苦しい戦いの中で、まあ、不調できたらよかったですね。で、サクチャイ選手は、まあ、SS の中で、まあ、今日はちょっと今ね、どうなってる、多分トラブルで、ね、出てこないんですよね。で、小出君助けたんですけど、サクチャイさんちょっとエアコン不調で、まあ、ちょっと彼もね、体調を崩して、まあ、今日はデイリータイヤということになりますけど、まあ、最後までね、粘り強く頑張ってもらいたいし、まあ、田口君もね、いろいろあったけど、まあ、今日しっかりね、トップグループ食らいついてくれてるんで、いずれにしてもね、チェポンと、まあ、田口君の車2台もうチームでね、総力を尽くしてね、まあ、完全点検整備して、まあ、万全な状態で後半2日送り出せると思うんで、まあ、とにかく最後までね、諦めずに粘り強くやっていきたいです。いや、気持ちの整理が追いつかない。やっぱりね、もう心配で心配で、本当車ね、出てみた時は本当ホッとするよね。やっぱりね、自分ドライバーってやっぱりもうね、走ることだけ必死になって、まあ今はね、こう全般的に見てくれるんだけど、みんなの気持ちは分かるし、なんかね、やらせなくなってくれる。Drive your ambition, Mitsubishi Motors.